逆転裁判3続きをやっていきます。では迷いちゃんが今どこにいるのか。奥の院の、からくり城が解除されましたが、その奥にいたのはもちろんあやめだったね。でならばどこにいるのかっていう話。それはもうまさるかずっと言い続けていたこのちなみ、今ねこの証言台で立っているちなみ、この体は誰のだっていう話よ。これは迷いちゃんでしょ。つまりだ、法廷内のどこかにいます。行きます。たった一つ残された可能性、それはこの法廷内なのです。なんですって。あ、あやさとばゆがこの法廷内にいるですと。宮城ちなみさん、君はさっきこう言っていた。一つだけ勘違いをしていたと。それが何よ。きっともう一つ君は勘違いをしている。なんですって。それじゃあ聞かせてくれるかな。今君を霊媒しているのは一体誰なんだい。たった今この瞬間、宮城ちなみを霊媒しているのは一体誰なのか。見てごらん皆さん、同じこと言うたやん。なるほどが、でもなるほどはイコールマサルコ、マサルコはイコールなるほどになった瞬間ですよ。これは歴史的瞬間、教科書に載るレベル。そんなの決まってるじゃない。誰だと思ってんの。はるみちゃんだと思ってんの。違うだろ、違うじゃろ、違うじゃろ。はるみちゃんはね、霊媒できなかったって言ってたんだよ。あやさとはるみよ、何も知らないあのおめでたい奥様でしょ。そうじゃない、違う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 、そうじゃ、そうじゃないよ。だって今ハミちゃんあれだもん、やはりと二人で仲良くしてるもん、してた、してて今法廷に来てるもん。はるみちゃんにはできなかったんだから。うん、言ってたもんね。こんなことは初めてです、霊を読めないなんて。何か考えられないの、霊が読めない理由は。言ってたもんね。私より先に誰かがその霊を呼んでいる場合です。言ってた言ってた。はるみより先に誰かが私を。はるみちゃんは事件の翌日も君の霊媒を試みた。でもできなかった。それが何を意味するか、そろそろ君にもわかるんじゃないかな。でもさ、すごい嫌な予感するんだけど、それを知って宮城ちなみは今のこの肉体を殺そうとするんじゃないか。それだけが心配なんだよな。あ、はるみちゃんには君が呼べなかった。それより先にこの人物が君を霊媒していたからだ。それはまゆちゃんだ。これ以上簡単な話はありません。はるみちゃんではなかった。あやさとまいこさんはもういない。残るのはたった一人。それは一体誰なのですか。宮城ちなみさん、今君を霊媒しているのはあやさとまよいしかありえない。なんですって。そんなバカな話がありますか。この証人の宮城ちなみの目的を考えてごらんなさい。目的ならもちろんあやさと迷いの殺害だろうぜ。その通りです。それなのに自分の命を狙っている殺人者を霊媒してしまったら。そうだよね、そこが懸念されるよね。どうなるのかな、じいさん。じいさん分かってないの。まさか自決してしまうっていうことに結びついてる、ちゃんと裁判長。
どうやらお分かりになったようですね。何よ、どういうことなの？迷いちゃんがなぜ君を霊媒したか。答えは一つしかないだろう。君から、宮凪ちなみから身を守るためだよ。あ、そういうこと？でも守るため、ちょっと待って、守るためとも考えられるけど、でも逆にだってこれさ、肉体をさ消してしまえばいいんだから、自分を自分でみたいなことの危険もあるよ。そっちをマサロコは考えてしまったけどね。守るかもしれないけど、イコール守らないことにもならない？事件当夜、君の目的はただ一つだった。あ、まあ事件当夜の話でにしたらそうか。ん、まあそうか。あやさと迷いを探し出して殺害する。奥の院側は閉ざされてどこにも逃げ場はない。そこで問題になるのは、どこに隠れるのが最も安全か。それが、私？君は春美ちゃんに霊媒されていると思い込んでいた。だから気づくことができなかった。あやさと迷いの隠れ場所は他のどこでもない君自身だったんだ。そんな。バカなことが。この私が、宮凪ちなみが手玉に取られたというの、あんなガキに。そうだよ。あやさと迷いは自殺したのよ。そうとしか考えられないわ。残念だけど、五道川に身を投げることはできなかった。そう、これが最後に残された方法だったんだよ。世界から孤立した奥の院で迷いちゃんが消える方法。私は信じないわ。ねえ、この瞬間もうさ、霊媒解けないの？解けられないの？身が危ない気がすんだけど、迷いちゃんの。あんな頭の悪そうな世間知らずの女の子が、そんなこと思いつくわけがない。一体誰がそんな知恵をあの子に与えたの？それは舞子だよ。あやさと舞子だよ、それは。それはもちろん、あ、千尋さんか、千尋さんか、ハミちゃん、ありがとう。ハミちゃんが千尋さんを霊媒してくれた。千尋さん、はあ、熱い展開すぎる。はあ、もうなんかすごい、なんかもう胸があったかい、あったかくなってくる。千尋さんが来てくれると。千尋さん、あやさと千尋、久しぶりね、宮凪ちなみさん。そうか、五道も元後輩だもんな、お前の。千尋さんは、やっぱりあんただったのかい？ええ。く、厄介な女だぜ。あんたが一体なぜ？その頭、はるみちゃんですね。いいかしら、ちなみさん。もう一度あの夜のことを思い出してごらんなさい。あなたは奥の院の中庭で迷いを追い詰めた。そして最後の瞬間に意識を失ったそうね。私は刺されたのよ、あやさと迷いに。実はその時、迷いの方も気を失ったらしいの。あやさと迷いが、殺されそうになったのだから無理もないのでは。もう迷いちゃんも意識を失ったんだ。意識を取り戻した時、あの子は修験道にいたそうよ。はあ、そして迷いはすぐにこの私を霊媒したの。ああ、お姉ちゃんである千尋さんを霊媒した。ほう。自分の置かれた立場をメモに書き記して、
これからどうすべきか私に相談してくれたわ。ほう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 。あの小娘があんたに相談を。私にも詳しい状況はわからなかった。でも一つだけはっきりしていることがあったわ。ほう、なんだい？それは宮薙千波を自由にしてはいけないということ。自由ってどういうことですか？一刻を争う状況だったわ。私は迷いに二つのことを命じた。すぐに宮薙千波を霊媒すること、そして助けが来るまで自分を閉じ込めておくこと。あの情をかけたのは迷いちゃんだったのか。それにしてもどうしてそんな命令を？もしぐずぐずしていたら宮薙千波は他の人物に霊媒されていたでしょうからね。そう、綾里晴美に。晴美ちゃんですか？あの子は今回の計画を正しく理解していなかった。そうだね、掛け軸にカレーぶちまけちゃったぐらいだからね。だから綾里キミ子の指示を守ることだけを考えていたの。もしあの子が宮薙千波の霊媒に成功してしまったら、おそらく最悪の事態が起こったでしょうね。そういうことか。宮薙千波は綾里晴美の体を使って綾里迷いを殺害しただろうな。どんな手を使っても。確かにおそらくそうなっていたでしょう。バカな、この私が。いい加減認めたらどうですか、宮薙千波さん。君たちの計画は見事に失敗したんです。その通り。またしてもね。何よそれ、またしても。あ、いいぞいいぞ、千尋さん、いいぞいいぞ、持ってやれ持ってれ。宮薙千波さん、思い出してみたらどうかな。君の犯行はただの一度も成功した試しがないんだよ。なんですって？今から10年ほど前。あの狂言誘拐事件が君の最初の犯行だ。2億円のダイヤは手に入れた。でも、そうだね、お涙さんが脱走して宮薙勇気に会いに行ったことから全てはバレてしまった。うるさい、あれは私のせいじゃないわ。あのバカな死刑囚と気の小さい婦人警官のせいよ。そしてその1年後、君は今度はこの僕を殺そうとした。まああいにく僕は今も生きているけど。君は違う人物を殺害してしまった挙句、死刑判決受けたよね、これでね。ついに死刑を宣告されたわけだ。つくづく間抜けな話だね。もう笑う気にもなれない。黙れ、このお人よしのガキが。そして今回、君はまたしくじったのさ。あやさと迷いを取り逃した。君の獲物はずっと目の前にいたのにね。ぐ。あやさと千尋、あやさと千尋、貴様が。貴様さえいなければ私は綾里迷いを殺していた。
尺に触るこの男も有罪判決を受けていたし、私も死刑になることはなかったのよ。そうよ。うん。宮凪ちなみさん、やっとわかったかしら？あなたは私には勝てないの。なんですって？一生かかっても、いいえ、死んでも勝てやしない。この私の前で永久に恥をかき続けるのよ。審理の最初に君はこう言っていた。僕たちは君を罰することはできない。なぜなら君は死者だから。それが何よ。そしてこうも言った。肉体は消えてもその魂は、プライドは永遠に残ると。そうなの、ちなみさん。それこそがあなたに対する逃れられない罰なのよ。あなたは永久に宮凪ちなみなの。誰にも私にすら勝てない無力で卑怯な存在。そしてそこから逃れる道はもう存在しないわ。あなたの死刑が執行されたその日に、あなたの細い橋は燃え落ちてしまったのよ。違う。そんなはずがない。この私が貴様らなんかに。でもそんなことはね、どうでもいいんだ。それよりもさっさと迷いちゃんから出て行ってもらおうか。変なこと考えなよ。変なこと考えなよ。すごいな。どうした。いや抜けてくれるのか。あ、ちなみがいる。怖い。メイビウスみたいになってる。怖い。私まだ消えたくない。あー、もうラスボス倒したぞ。よし、倒した。お、マガタマの力倒した。あ、すべての記憶が燃え尽きたな。あ、まゆちゃん、まゆちゃんお団子下ろしてる。まゆちゃん、なるほどくん、お姉ちゃん倒れちゃうよね。そうだよね。大丈夫？あ、まゆちゃんよかった。でもまゆちゃんよかった。それではあなたこそが本物のあやめさんなのですね。ああ、今そっか、奥の院の方で救出されたあやめさんがやってきた。はい、先ほど修験道から助けていただきました。さすが歌子というだけあってよく似ていらっしゃる。どうやらすべてが明らかになったようです。護道賢治、宮凪ちなみは？俺に聞かれても困るが、帰っちまったんじゃねえか、あいつの世界に。ふむ、今回の事件の被害者は、綾里舞子さんだけではなかった。綾里迷いさんも、幼い綾里晴美さんも極めて利己的な犯罪計画の被害者だったわけですね。その通りです。霊媒の谷という特殊な世界が生み出した悲劇でした。あの霊はもう呼ばない方がいいでしょうな。あの裁判長。何ですか？
霊媒のことですけど、不気味なほどすんなり受け入れていますね。うん、そうなんだよな。もうありきでこの法廷が進んでることが、まあそうしてくれないと困るっちゃ困るんだけど、実は弟も裁判官でしてね、よくこういうのですよ。あ、熱出して今日休廷し、休んだ弟の裁判官。私はあまりに勉強不足だと。それでクライン流霊媒堂の資料を研究しておいたわけです。お、やるやん、裁判長のくせにやるやん今回。お、オカルト新年号真冬の霊媒大特集じゃないか。私もこの席についてさまざまな事件を見てきました。そしてやっとわかったのです。事件はさまざまな世界を背景に起こります。その本質を理解するためには、私たちはまずその世界を受け入れなければならない。そこが弟と私の違う点なのでしょうね。なるほどね。何の話？これ何の時間？今これ何の時間？重要な時間これ。それでは葉桜院あやめに判決を言い渡しましょう。そっか、これはあやめに対する判決だけを言い渡す場ってことか。だ、協力した罪には問われるってことだけど、殺人罪には当たらないってこと？あは、ほんはほんほん。どうなんのこの場合。意義ありが来たけども、意義ありって言われたけども、早すぎる木槌、格好つかねえぜ。まだ全部解明されたか、今解明されたか。どういうことですか護道賢治。中庭で起こったことに関してはまだちょっと解明されてないし、あの小刀のさ血液鑑定もまだ来てないよね。審理はまだ終わっていない、そういうことね。なんですって。なるほど、あの立ちの悪い悪霊の証言よく思い出してみるんだ。うん、宮凪ちなみの証言、うん、大きな灯籠の前で私はあの子を追い詰めた。そして物置で拾った小刀で切りかかったの。でもこの時さ、二人ともさ気を失っちゃってるわけでしょ。失っちゃったんだよねこの後。だから本当に何が起こったのかはまだ分かってないよね。うんうんうん、不思議なことにそこからの記憶ははっきりしないの。私刺されたような気がするわ。うんうん、ここら辺のことがまだ解明されてないよね。宮凪ちなみは綾里と迷いに襲いかかろうとした瞬間、何者かに刺されて殺害されたのです。確かにそうですが。そうだね、もう一人いたってことか。だからそうしないと成り立たないよね。迷いちゃんがやったわけでもないわけで、宮凪ちなみをその時に刺した人物がもう一人いるってことだよね。実際に命を落としたのはちなみの霊を呼んだ霊媒師、うん、天竜祭エリス、いや綾里舞子だった。しかし誰が彼女を殺害したのか、うんうんうん、その犯人はまだ分かっていねえのさ。そうだよね。なんだってなんだってじゃないよ、分かってないよ誰がどうなったのか。その時に他に容疑者が現れない以上、被告人の疑いも消えねえ。まあそりゃそうなんだよな。彼女の無実を決定的に立証する証拠はまだ何もねえのさ。そんな。しかし本法廷でこれ以上の審理の用意は。あれは小刀は？検察側はここで最後の証人を召喚するぜ。え？誰だ？
最後の証人。そいつではっきりさせようじゃねえか。誰が綾里と舞子を殺害したのか。ふむ。本当にいいのね、ケンジさん。あ、指定対決。もちろん構わねえさ、弁護士さん。だって絶対これさ、神乃木さんだよね、このピアスとヒゲ。それで最後の証人とは一体どなたですかな。くっ、決まってるじゃねえか。いるだろう、決定的な、いや、いっそ致命的な目撃者が。ってことはこれさ、迷いちゃんってことになる？証人。でもぶっ倒れちゃったよね。目撃者というか当事者でしょ。そうだよね、目の前で自分の母親を殺害されちまった張本人さ。ま、迷いちゃんだって。無理だ、あんな目にあったばかりなのに。うん、休ませてあげたい。ちょっと一旦味噌ラーメン食わしてやりてえな。そんぐらいダメ？ちょっと休憩してさ、っていうか今日じゃなくてさ、明日っていうわけにはいかないのかい？かわいそすぎるよ、あんなヘトヘトで。真実を知るためだ。検察側は綾里と迷いを証人として召喚するぜ。あ、もういる、もういる。いいでしょう。それではここで休憩を取りたいと思います。5時間ぐらい休憩してほしい。医務室に運ばれた証人の回復を待ちましょう。医師の許可が下り次第審理を再開します。お、医者、医者、ちょっと明日にしてくださいって言え、医者。かわいそすぎるよ。いいか、丸ほど、これだけは言っておくぜ。何ですか？俺は決してあんたを認めたわけじゃねえ。あんたはいつもそうだ。あー、すごい目の敵みたいにしてんだよな。お前が守らなかったから千尋さんも真由ちゃんもこうなったみたいなこと言われたもんね。事件の裏を理解せずその場しのぎの弁護をして、肝心なところで綺麗なお姉さんが現れて助けてくれる。な、なんだって？綺麗なお姉さんって。そんな奴に一人前面はさせねえ。今度こそ貴様の力でかかってきな。すげえな、すげえ勝負をふっかけてきたな。それではこれより審理を一時中断します。ていうか迷いちゃん心配すぎるんだけど。あやめさん、寂しかったろう。同日午後2時56分調裁判所被告人第一控え室。本当に申し訳ありません。なるほどさんが一生懸命頑張ってくださったのに、私と来たら昨日一日お話しすることもできなくて。そういえば昨日修験道であやめさんに会った時はすでに入れ替わった後、あやめさんは修験道の中だった。今日もせめて被告席で応援させていただきたかったのに。仕方ありませんよ、閉じ込められていたんですから。それよりあやめさん、どうしてそこまでお姉さんに協力するんですか？うん、なんかこう背負ってるもんがあるよね。なんか自分が裏切ってしまったみたいな、裏切り者だからみたいなこと言ってたよね。え？昨日だって修験道で助けを求めてくれれば丸一日も閉じ込められずに済んだのに。うん、お姉様はかわいそうな方なのです。お母様に見捨てられて、お父様にも愛されなかった。でもそれはあなたも同じですよね。私にはビキニ様がいらっしゃいましたから。お姉様も
一緒にハザクラインに来ればよかったのに。ビキニさんはいい人だな。あやめさんをこんないい子にしてくれてね。私、お姉さまが大好きでした。頭が良くて行動力もあって決して弱音を吐かない。だから私、お姉さまのお手伝いをするって約束したんです。それは10年ほど前の誘拐事件のことですか。だけど裏切ったってこの時のことか。やっぱり。ええ、私、お姉さまの役に立ちたかった。でもやっぱり私、弱くて卑怯だったから最後に逃げてしまったんです。でも弱くて卑怯というかさ、やっぱ人の道に反することだったわけでさ、やろうとしてたことはね、あやめが、あやめじゃねえや、ちなみがやろうとしてたことは犯罪だから、それは加担しなくて正解じゃ正解だよ。いくら大好きなお姉ちゃんのためとはいえ。そのせいでお姉さまは義理の姉ゆうき様を、ああみちるちゃん一番かわいそう。みちるちゃんマジで千尋さんがひどく傷ついたあの事件だな。みちるちゃん、でも事件を終わらせることはできませんでした。ついにお姉さまを疑う方たちが現れたのです。宮凪ちなみさんを疑った。もちろんそれは千尋さんと、まあ僕か、そうだよね、千尋さんと、あ、それは千尋さんと上乃木か、綾瀬と千尋様と上乃木総流様。そっかそっか、ほらもう絶対上乃木五道じゃん、あのヒゲとピアス。お姉様は自分に近づいてきた上乃木様に毒を飲ませた上、え、そんなことさせられてたの。待って、っていうことは五道の目が見えないのとか、その時の後遺症か、毒を飲ませた。その毒を隠してくださった方まで殺そうとなさったのです。あー、ちょっと待って、そうか、すごいつながってきちゃった。これあれなんですよね、コメントでもね書いてくださった方とかいて、そうだったのか。ま、うん、そう、あなたです。僕か。あやめさん、もう一つ聞いておかなければならないことがあります。はい、何でしょうか。事件当夜のことです。被害者の天龍斎エリスさんの死体を始末したのはやっぱりあなただったんですか。そこはそうなのか。ええ、私です。じゃあそこの罪はどうしても逃れられないね。やっぱり死体工作というか、あの晩消灯の鐘を鳴らした後、私自室に戻りました。10時半頃私の携帯電話が鳴ったんです。面倒なことになった、すぐ奥の院に来てほしい。これ誰からの電話。これがあやめにかかってきた電話の内容。面倒なことになった、すぐ奥の院に来てほしいと言われた、うん、私スノーモービルで奥の院に向かいました。でも、あー、ここで橋が崩れる。そして死体を受け取ったのはあやめだよね。奥の院への道は断たれてしまった。で、行けなかったんだね。その通りです。で、もう一回電話かかってくる。これ誰から。
え、これちなみから死体をこっちに残しておくのはまずい。これちなみから電話かかってきてるってことか。言う通りにしてくれ、言う通りにしてくれ。この言い方だとこれ男だよね。これちなみの言い草じゃないよね。男だよね。この指示をしたこの電話の主は誰だ。私はあの方の体を受け取りました。死体には出血を抑えるために凶器が刺さったままでした。あ、凶器はその杖なんだ。小刀じゃないじゃん。じゃあエリス様の持っていらしたあの杖が。ほう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 、やっぱり本当の凶器はこの杖だったんですね。ええ、そうです。私スノーモービルでハザクラインに死体を運びました。で、これを作り上げたと、この現場を。しかし、なぜあんな工作を。凶器をあの杖だと知られたくなかったのです。あやさと舞子様の痕跡を一切残したくなかった。ローブをお着せして傷をごまかすためにシシシ刀を刺して、杖の刀の血を拭ってそばに置いておきました。あやめさん、最後に教えていただけますか。あなたを電話で呼び出した真犯人の名前を。誰？真犯人がいる？え、キミコがこの計画の計画書を書いてハミちゃんに渡したでしょ。で、ちなみが殺した犯人でしょ。その他に電話で呼び出した人がいるの？真犯人、まだ新たな人がいるの？あ？言えないの？あやめ。すみません、なるほどさん。なんで言えないの？私の口からはどうしても申し上げられないのです。いや、ダメだよ。それはダメだよ。ねえ、それダメだよ。言ってくんなきゃ。ねえ、なんで言えないの？そうですか。ああ、内部に刀が仕込まれている被害者を殺害した凶器が確定したのか。これ証拠品として。被告人。はい。裁判長がお呼びです。執務室の方へ行きなさい。宮柳千奈美のことを聞きたいそうです。わかりました。それではまた後ほど。え、誰なの。聞いていただきたいことがありますから。今言って。なんで顔が赤いの。何その頬をポってなってんの。何、好きになっちゃった。ねえ、僕のこと好きになっちゃったけ。え、はい。聞いてほしいこと。それよりも言ってほしいことがある。こっちには、こっちにも聞きたいことがあったのに、なんで言えないかな。電話の相手、やっぱりあやめさんは犯人に協力していたんだ。犯人、え、やっぱりもう一人いるってことか。あの中庭で、あやさと舞子と迷いちゃんがわちゃわちゃしてたな。で、舞子を刺した、その杖で刺したのはもう一人、やっぱそれがあの電話の相手ってことになるのか。おそらく最初から。なるほどくん。はーい。千尋さん、あの迷いちゃんの具合はどうなんですか。体の方は心配ないわ。体力ならじきに回復するから。でも心の方はひどく痛めつけられているわ。そうですか。
もしかしてエリス先生の正体を？ええ、迷いには医務室で全てを話したわ。うわ、ショックだよな。お母さんに会えたのにな。私が知っていることは残らず全部ね。ん？迷いはとても強い子よ。きっと受け止められるわ、すべてをね。すべてをってどういうことですか？その答えはあなた自身で見つけなさい。なんでみんなちょっとずつちょっとずつ秘密にするの？そろそろ最後の法廷が始まるわ。真犯人の名前はもう分かっているかしら？え？分かっていません。あやめさんは教えてくれなかった。でも、なんとなく輪郭は見える気がする。うん。あの晩、被害者は奥の院の中庭で殺害されました。犯人が偶然そんなところにいたとは考えにくい。ということは、犯人は最初から計画を知っていたことになります。ほうほうほう。そしてもう一つ。被害者は振り子を使って葉桜院側に渡されたわ。つまり、犯人自身は橋を渡ることはできなかった。丸一日奥の院側に閉じ込められていたことになるわ。その通り。だから犯人は事件の翌日、葉桜院側にいなかった人物。私が協力できるのはここまでね。ここからはあなた一人の力で戦うの。ええ、分かっています。ありがとう、千尋さん。ほう。ついにこの事件にも決着がつく時が来た。迷いちゃんは一体何を目撃したのか。そして、綾里舞子を殺害した犯人は誰なのか。何もかも明らかにするんだ。この僕自身の手で。おお、続くか。わあ、もうこれが最終決戦ですか。じゃあ僕の手でなんとか全部の真相を暴きましょう。次回、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントロールを握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで俺を